です。です。はい、どうも、タクタクです。黒森町来たん、やっていきましょう。さて、この通りに行かなくてはいけないみたいですね。行けるかな？行けるかどうかは、ともかくとして、ちょっと今、すごい記憶しようが今。OK。行くぞ。ほい、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 ほい。あ！出ていけー！これちょっと、ずるいことをしないとたくたくさんいけないことになっちゃいましたもんね、これ。ちょっといいですか、皆さん。よし。スマホで、パシャリ。これをちょっと今見ながらやりますね。 OK。 はい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 、はい、なんで、あもしかしてこれ最初の一歩はこれ、あれ、ちょっと待って、なんで、はい、待って、はい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 、これ壁まで行っていいやつ、はい、壁まで行って、はい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 、あなんで、すっげえ近く、意外と難しいな、はい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 、すぐ上、はい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 、あれ、ちょっと待って、同じとこ見てた。バカなの。はい、はい、はい、はい。え、ここはもうサクサクですよ。はい、はい、はい、はい。これね。オッケー、企画ゲット。あ。愛花さん、愛花さんですか？出て行けって言われたのに。愛花さん、ずっと待っていました。みんなは。アイカさんは毒ガスで殺されたんだと言っていました。でも僕はあなたは必ず帰ってくると信じていた。見てください。知り一つないよう毎日ピアノを磨いているんです。鍵盤の音入れも怠っていませんよ。聞いてください。何年経ってもあの頃と変わらない音色です。アイカさんの大好きな曲をずっと練習していたんです。聞いてもらえますか？うん。おめんさん、愛花さんって誰なんですか？愛花さんはこの劇場のピアニストだ。3年前、カルト教の信者や2人が劇場の屋上から毒ガスをぶちまけやがって、たくさんの通行人が犠牲になった。愛花さんもその一人さ。あと愛花さんと背格好が似てるし、面をつけてるからおそらく見間違えたんだろう。追いがき、ちょっと残酷かもしれねえが、今のうちにここを離れた方が賢明だぜ。この妖怪の執念は深すぎる。あんたじゃ救えねえ。あんたが愛花さんじゃないことに気づいたら何をしでかすかわからんねえぞ。うん。かわいそう、なんか。僕も愛花さんみたいに毎日一生懸命ピアノを練習しているんです。来る日も来る日も何年経ってもずっと。この曲を愛花さんに聴かせたくて帰ってくるのをずっと待っていました。愛花さん、喜んでもらえましたか？最後の切ない話。急に来たな。もう一回入るとどうなっちゃう？やめておこう。で、これとりあえず、三味の鬼にあげましょう。はい、持ってきたで。楽譜が手に入りましたよ。Oh, thank you very much! どうやってこれを話すと長くなりそう。そうか。じゃあ祭りが終わったらぜひその冒険物語を聞かせてくれよな。そのロマンティックな冒険が俺たちの音楽と融合すればきっとますます、だぜ。
読めなかった。よし、決めたぜ。次のアルバムタイトルは、ワンダーガールだ。それじゃあ俺たちは他の場所でこの曲を練習してくるぜ。See you, Wonder Girl! いいのかな?いろいろと。日本の妖怪なのでは。ホース、あ!なにこれ!カラス?あなたがカルスミさんですか?静かに。めぐみさんに聞かれたら大変なんだ。どうした?鹿鳴き村に放水を取りに行かれてたんじゃ。放水?あ、俺があれだもんね。方針だもんね。方針を読みたいから放水をね。うん、そうなんだが、村に行ってみたなら、放水の井戸はとっくに枯れてたんだな。そんなの聞いてないか。こんなこともできないのかって、めぐみさんに失望されちゃうんだな。すごい憧れの存在なんですかね、めぐみさんは。お祭りにはどうしても放水が必要なんですよ。何ですか?放水は神様から与えられた井戸水で、不思議な効果があるだけじゃなく、恒例にも使われるんだな。だから放心と、会話するためには放水はなくてはならないか。放水はずっと放水神社にあったんだけど、ここ数年誰も管理しなかったからか、近くの妖怪や動物たちに全部飲まれちゃったかもしれないんだな。なるほどね。めぐみさんの呆れた顔をそうするととても中に入れないか。待てよ、まさかあなたはめぐみさんの、使いなのでは。いえ、でも確かに、カラスミさんのことは探していました。事務室の鍵か、どうぞなんだな。ヤクモさんの役に立てばめぐみさんに印象、好印象を残せるかもなんだな。どんだけ。何か用があるんだろう。僕のことは心配いらないんだな。うまく言い訳を考えるか。はあ。いや、この子も手伝ってあげるよ、終わったら。開けます。入る前にセーブしとくか。入るか。ほうほう。段ボール箱にカビが生えた手紙が何通か入っている。方針様のおかげで今年もいい収穫がありました。今のうちにあの会社の株を買っておけば、工場が完成してから儲かること間違いなしです。本当かよ。お父さんが昔食品会社の投資顧問を務めていたような。この手紙に書いてある工場ってもしかして父さんが担当していた会社の。あんな事件が起こっちゃうから。でもフィルム保管館。あ、電話か。電話を、あ、ラジオなんだこれ。じゃあラジオつける。天の日。いや、これ読めないんだよな。あかん。うん、あ、方針誠の恩義を表し、民や、苦しみより、あ、これなんかでも聞いたね、確かにね。我が血肉を煮えとし、我が魂を捧ぐ。方針よ、慈悲の恩義を祈り、賜わん、限りなき神の、施したまえ。富栄え。四季巡り、我らを最厄災より、最悪より救いたまえ。願わくは、我らが経費の念を得て、方針とこしえならんことを。これ過去に来たんか、これ。どうなんこれ。1987年のカレンダー。あなたさっき映写ホールにいなかったか。これ誰。十年前。ふん、いたずらに付き合ってる暇はない。方針祭がもうすぐ終わる。早く戻るぞ。なんだなんだ。11年前の方針祭の会場みたい。そうだ、放水を持って帰れるかも。放水って貴重なものなんでしょう。きっと厳重に見張られているわよ。まずは会場に行ってみよう。誰も見ていない隙に少しだけでも手に入るかもしれない。
はいはい、いい考えね。でもそれって泥棒じゃない。いいんですよ、手に入れば。お、なになに、祭りは終了したのでここは立ち入り禁止です、お引き取りください。祭りは終了したって言ってるぞ。お、子供だ。あちこち歩き回らないでって言ったでしょ、方針様のお怒りに触れたら大変なことになるのよ。ふん、ママだってお祭りの途中寝ちゃってたくせにあたちのことばっかり。このお姉ちゃんが座敷わらしがいるって言ったからここに来たんだもん。急に。すいません、やんちゃな子で気にしないでくださいね。ほら、他の人に迷惑かけないでお家に帰りましょう。嘘じゃないもん、本当にこのお姉ちゃんが教えてくれたんだもん。言ってないけどね、そんなことね。何だったんだ今のエピソードは。チケット係、お嬢ちゃん祭りはもう終わりだぞ、面を小道具部屋に返してくれ。うん、終わったって言われちゃったけどな。出る必要はない。小道具部屋に行けばいいのかな。うん、またあなたですか、ここは立ち入り禁止と言ったでしょう。周りを見渡す、お面を返す。それなら早くしてください、もうすぐ閉館なんですから。蓄音機って言ってるの。勝手に蓄音機に触りやがって、どこのガキか知らんが捕まえたら容赦せんぞ。へえ。これ戻さん方がいいんだよね多分ね。さよなら。でもどうすんだろう。小道具部屋に出る必要がないでしょ。ふわ、どうすればいいんだ。あ、でもよく考えたらここに部屋ってなかったっけ。ないか。うん、お面を返すっつったってな。7時23分。念写しますか？はい。念写して。掛け時計の針は7時9分。お！これは？フォーカスの蓄音機。まずは映写ホールに放水を取りに行こう。なるほど、祭りが終わる前ってことね。映写ホール。祭りまもなく終了します。放水、方針様にお祭りして速やかにお帰りください。お帰れる。ふんふん。この人、数少な、あれが放水？キアラちゃん、鹿泣き村の人たちは気性が荒いって聞いたことがあるわ。捕まったらただじゃ済まないわよ。早く放水を手に入れないと、方針祭が終わっちゃう。うん。なんとかこの人たちからホールから出てもらう方法を考えよう。はい。お祭りつまんないよ。もう来るたびに寝てばっかりなのよ。うんうん。ねえ、お嬢ちゃん、さっき面白いものを見つけたのよ。本当？何？何？座敷わらし。これが本当になるんだ。座敷わらし、今から聞いたことがある。どこどこ？外のロビーだよ。よく探してみてね。わかった。でもって、眠っている。いいのかな？眠ってるからいいのか？眠ってるからいいんじゃない？もしかしたら。これセーブしといた方がいいのかな？はい、参拝を終了しました。寺島永世、もしどうぞお引き取りください。うんうん、そういえば寺島さん、今年は、方針祭の参加者がえらく少なかったみたいですね。工場ができて村人もこの土地に頼って生きる必要がなくなったんでしょう。
その会社が放水の成分から新しい肥料を開発したそうじゃないですか。何でも放水に頼らない効果だとか。そうなんですか。ほとんどの村人は放水のために方針を進行していますから、放水に変わるものがあればどんどん信者が離れていくでしょうね。そっか、果物を育てる、その放水のおかげだったみたいなことでしたからね、確かね。あなたまだ方針を進行なさっているんでしょう。私はどうでしょうね。私はただこの劇場の経営も守りたいだけですよ。十数年も、心血を注いできましたから。そうだ、新しく購入した備品は高価ですから慎重に管理をお願いしますね。ご安心を私にお任せください。どうすりゃいいんだ、この子に。あたし座敷屋探してるの。探していて、あ、これマイクかな、違うか。どうしろと。あ、レコード、ピアノのレコード、レコードをかける。お、誰かピアノ、きっと子供に尋ねちゃう、すぐに見てきます。来るぞ来るぞ。あ、いつの間にいつの間に、あと一人やな。眠っている。まだ何かご用ですか。ピアノの音、お面、事務室。事務室、さっき誰かが事務室に駆け込んでいくのを見たんです。報告感謝します。すぐに確認してきます。はいはい。で、あとちょっとこの人、子供がいないよ。娘はどこ。さっき外の廊下で小さな女の子遊んでるのを見ましたけど、娘さんじゃないですか。探してみますね。お、誰もいなかった。うまくいったぞ。あとこれを放水を手に入れた。これで放水の問題解決したわね。きっとさっきの人がまだ事務所にいるから、あそこで念写発動できないわ。うん、もう一度小道具部屋の掛け時計を使えば、事務室に誰もいない時間に戻れるんじゃないかな。ほうほうほう。いいのかな?さらばじゃー。さらばじゃー。さらばじゃー。よし。お、誰かいる。木原綾子。お、お母ちゃん。聖一、お祭りに付き合ってくれてありがとう。めっちゃ可愛い。お母さん。あなたみたいな無心論者はこういう祭りには来てくれないと思ってたわ。これ父ちゃん。最近仕事であまり一緒にいられなかったから、ほんの埋め合わせだよ。でもどうしてここに来ようと思ったんだ。あの女の子がね、方針への祈りはすごく効き目があるんだって教えてくれたの。あなたの仕事がうまくいくよう、きっと方針が祝福してくださるわ。それから私たち家族が永遠に幸せでいられるようにね。あの子って誰なんだろう。もうすぐ閉館だ。早く帰ろうか。ええ。父さん、母さん。ついてきたくなる気持ちはわかる。だが、全然違うとこ見てたぞ。ここは?大丈夫なの?それは。暗。うわ、お面が。動けん。あ、動けたけど。どういうことだ?行き止まり?なんだと?塞がれた。なんだと?増えていくお面がどんどん。全部お前のせいだ。お前が我々をこんな目に遭わせたんだ。なぜ?
お面が襲ってくる。お前を許さない。怖。さっきのは一体、私は父さんと母さんを追ったのに、どうしてあんな場所に。キアラちゃん忘れたの？劇場付近には無残に亡くなった人たちの怨霊がたくさんいるの。怨霊は時に幻覚を作り出し、通りすがりの人たちを、間違った道へと誘うことがある。それが噂の気打症よ。気打症？わかんない。さっきの父さんと母さんは幻覚だったってこと？そうかもしれないわ。怨霊はその人の心にある会いたい人や化け物に、人や物に化けるの。おそらく奴らはキハラちゃんの真相を知りたいという思いを感じ取って、キハラちゃんのお父さんとお母さんに化けたんだわ。うん、まずは事務所に行こう。ドア開けますか。はい、いいのかな。なんかあるよねこれ。なんだろう。キアちゃん、その写真なんか気になるの？右から2番目の人、私のお父さんだ。本当？上品で穏やかそうな人じゃない。ん？写真立ての後ろに鍵がある。事務所引き出しの鍵を手に入れた。裏に全員の名前が書いてある。松山正夫、木原誠一、渡辺勝夫、寺島。お、松山正夫だよ。だって確か、鹿鳴村の村長の名前が渡辺だったわよね。私、松山沙央は、心理天道信者の、そうそう。私、なんでや。普通に読みましたけど。寺島秀、うん、さっき会った日、この、劇場の支配人がその名前だったんですよ。うんうん。父さんは工場建設の関係で、この人たちのことをし、知り合ったのかな？うん。どうなんでしょうね。ちり一つない机。一階事務所の鍵。これか？いや、今調べていいもんかな、これは。まあでも、開けますか。ラジオと紙と資料が出てきた。これ、法震祭の、祭り歌だ。天の、うん、おうおう。うんうん。はいはいはい。なんかちょっと、違ったような気もするけど、どう、合ってんのかな？これ、ラジオで帰るわけですかね。ラジオに触れて現在に帰ると。呼び出すのに、成功したら呪いの秘密も解けるかもしれない。それに父さんと母さんも方針と何か関係があるような気がする。でもキアラちゃん、方針を呼び出すっていうことはこの方法どう考えても信用できないわ。玉崎さんも言ってたじゃない、不用意に方針の名を口にすると不幸を招くことになるって。うんうん、言ってた。木谷さん、私の考え次かもしれないけど、2階にいる時からあまりお祭りに参加したくなさそうだったよね。桐谷さんは鹿鳴村の秘密を知ってるって言ってたけど、それは呪いの力のせいで話せないのよね。まさか方針と関係があるの？なんで？キアラちゃんは考えすぎなんよ。まだ健康がかけとらんばってん、早うここ離れたいとよ。急に博多弁に なった場合。博多弁というか、何緊張してるの？なまってるよ。ほんまに？キアラちゃんの聞き間違いちゃろ。ちょっと待って待って。混ざってるよ、いろいろと。なんだなんだなんだ。どうしたどうした。何があったんですか。俺たちが2階で才覚の練習をしてたら、音量が突然ものすごい叫びを上げて暴走し始めたんだぜ。お前たちの演奏があの音量の気に触ったに決まってんだな。決まってるんだな。お前たちの音楽は騒音と区別がつかないとあれほど言ったのに。
喧嘩すんな。俺たちは芸術、ファッションだぜ。ファッション。他の妖怪たちはどこへ？俺たちが急いで逃げてきて他の妖怪に避難するよう知らせたんだ。みんなもう小道具部屋に隠れてるぜ。どうして外へ逃げないんですか？外の、泣き喚みは、なんだっけ？いいんだっけ？泣き喚みだっけ？どっちだっけ？妖怪ですら腐食しやがるんだ。2階の怨霊とは桁外れに恐ろしいぜ。なるほどね。出るに出られんわけだ。祭りは延期するしかなさそうだな。あの怨霊が来て暴れ出さないうちに早く小道具部屋に避難するか。ん？キアラさん何を持ってるの？放水と、祭り歌です。キアラさん、それをどうやって？ある能力で数年前の放心祭に戻って、その会場から祭り歌と放水を取ってきたんです。やっぱりキアラさんは普通じゃないみたいね。今、放心祭を始めても遅くはないし、放水、祭り歌、祭り、と、読めろよ、お前。新宮の広報者もここに揃っている。新宮とは、奉神祭を主催する巫女のことよ。キアさんの姿は人間に近いでしょ？それに不思議な力もあるみたいだし、あなたがこの儀式の主審に、適任だわ。あ、はい、やってみます。わっ、俺も残るのか？当然でしょ。あなたがいなきゃ誰が演奏するの？逃がさないわよ。からすみさん、すぐに小道具部屋へ行って、木箱でドアを固めるよう他の妖怪たちに伝えて。そうするしかないんだな。気をつけろか。キャラさん、あなたには供物部屋へ行って、巫女装束に着替えてください。はい、わかりました。巫女装束。どういう状況これ。間違えた。といったところで、今回はこの辺で終わりたいと思います。 いいところで。何これ、倒れてるよ。でもなんか、生贄か？そういうこと続きはまた次回よろしく。ではまた。